も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるをコンセプトにして食パンのアレンジレシピを配信しています。今日はミートソースを使用したトーストをご紹介したいと思います。そのためだけにミートソースを作らないといけないのと思われた方、ちょっと待ってください。このレシピのためだけにミートソースをわざわざ作る必要は全くありません。例えばハンバーグを作った際に種が少し残ることってあると思います。私も家でハンバーグを作ったり、あとは他のひき肉の料理を作る際に、少し材料が残ることって結構な頻度であると思うので、その少し余ったものを何か活用できないかなとずっと思っておりました。そんな経験のある方に向けて、ひき肉が少しだけ残ってしまったけど、使い切りたい、でもちょっと難しいのは嫌だから簡単に作りたいと思われている方必見の動画となっています。もちろんそのためにトマト缶を買う必要も全くなくて、どこのご家庭でも家に置いてあるケチャップと調味料ですぐ作れるように設計しました。もちろんご自宅でミートソースパスタを作る際とかに、残ったものを冷凍しておいて解凍する、でその後乗せるだけっていうのでも結構です。今回のレシピが美味しそうと思った方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また過去の動画でも様々な食パンのアレンジレシピをアップしておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは食材の説明に入りたいと思います。はい、まずはこちらの食パンですね。今日1枚使用します。こちらと今日うちに残ってたのが、豚のひき肉なので、だいたいこちらが 70g くらいですね。こちらとチーズ、こちらが、20-30g くらいですね。こちらと、玉ねぎ、4分の1程度と、ケチャップですね。それと塩コショウを使います。それでは早速作っていきたいと思います。はい、まずは玉ねぎをみじん切りにしていきたいと思います。まずですね、油を少し入れていきます。はい、フライパンが温まりましたら玉ねぎを入れていきます。はい、玉ねぎがしんなりしたら、ひき肉を入れていきます。はい、ここで、塩ひとつまみと胡椒を、2振り入れます。はい、ひき肉に火が通ったらケチャップを大さじ2から3程度入れます。はい、これぐらいですね。そしたら火を止めて揚げていきます。はい、次ですね、先ほど焼いたものを食パンの上にトッピングしていきます。はい、そうしましたら、この上にチーズをかけていきます。はい、そうしましたらこれを今からトーストしていきたいと思います。はい、焼き上がりましたので取り出していきます。はい、こちらで完成となります。いかがだったでしょうか。誰でも簡単にすぐ作れますので、ぜひお試しになってください。ではまた。